ドコモとワンピースがコラボして生まれた携帯 N02E の半蔵動画をお届けしたいと思います。ご覧の通り至る所にですねワンピースのキャラクターがいまして、例えばここだと、フランキーがなんかいるんですよ。このここはコーラになってるんですよ。コーラのボトルなんですけれども、このコーラの残量が電池の残量になっている。あともう一つ、ここここ1って書いてあるんですけど、これは現在、起動中のアプリの数で、周りの、グリーンのリングは何かと言いますと、まあ、ラムの圧迫率ですね、はい、こちらがだんだん圧迫されてくると、まあ、緑がだんだん色が変わっていくというふうになっていくそうです。で、ちなみには今ちょっとネットワークにつながってないので表示はされてるんですけれども、もちろん航海士ですから天気教えてくれるというような感じになってますね。あとは何だろう、このゾロのはゲームになってまして、ザンって出た時にすぐ画面をタップするといいのかな。おにぎり出ましたっていうようなオリジナルコンテンツが入っていたりとかしています。で、下にもあるんですけれども、30の満腹ご飯ということでオリジナルレシピがプリインストールされていたりします。あともう一つお伝えしているかなというのが、充電の台ですよね、スタンド。それがこちら、何号って言うんでしたっけ、松葉さん。サウザンドサニー号です。そうなんです、サウザンドサニー号で充電ができるっていう風になってます。ここに全員キャラクターがいたりして、これで、限定5万台ということなので、もう予約も始まってるそうなので、まあ、ファンの方はちょっと注目したい機種ではないでしょうか。はい。